こんにちは、宮沢優衣です。今日はですね、忘れた宿題をやらせるなってね、そんなテーマでやっていきたいと思うんですけれども、皆さんどうですか？クラスの子どもたちはきちんと朝教室に来て宿題をこう提出していますか？これ結構ね、忘れちゃう子どもたちいるんですよね。で、担任の先生の悩みの一つだったりするんですけれども、これね、安心してください。ちゃんとね、担任がこう適切な関わりをしていけばですね、この宿題忘れっていうのは減っていくし、担任の先生のイライラもだいぶこう軽減していきますよってね、今日はそんなお話ししていきたいと思います。この動画最後までご視聴いただければですね、忘れた子供への対応が具体的にわかると思います。よければね、最後までご視聴ください。よろしくお願いします。宮沢優衣教育研究所。じゃあ本題の方行きたいと思います。結論なんですけれども、忘れた宿題は学習時間内に取り組ませてはいけないってね、こんな結論でございます。宿題と授業っていうのはまた別の話だからっていうことですね。目次はこちら。全部でね、4本柱なんだけれども、ちょっとね、一番最初に前提として宿題の根拠だけね、ちょっと確認しておきましょう。0番宿題の根拠、1番やってはいけない指導、2番宮沢の場合、3つ目、取り組まない子供がいたら、4つ目、担任のメンタル管理ということでね、今日ちょっと全体的にね、大事なお話ししていきたいと思いますから、よければね、最後までご視聴ください。まずね、0番宿題の根拠っていうことで、皆さんね、宿題ね、当然のことのようにね、こう出してると思うんですね。自分自身もそうだったじゃないですか。小学生中学生時代、なんか宿題出されてね、何も考えずにやってたんだけれども、これそもそも宿題って根拠あんのっていうところなんですけれどもね、これね、こちら皆さんね、お持ちだと思いますけれども、学習指導要領ってありますよね。この学習指導要領にこの宿題っていう言葉があるのかどうかって言ったら、これないんですよね。基本的には宿題っていうのは先生方出す必要ないんですね。子供たちも別にやる必要ないんですね。まあ拡大解釈すればですね、この学習指導要領の中に学習習慣の確立っていう言葉があるから、それ拡大解釈して、ちょっとまあ宿題がね、法的根拠がある、って言ったら、ちょっとまあやっぱ難しいんじゃないかなと思うわけですね。つまりこう、宿題っていうのは非常にこうね、曖昧な感覚で、なんかこう口約束でやるよね、うん、やるやるみたいな感じの、担任の先生と子供たちの共通理解みたいな感じで成り立ってるっていう、非常にこう広く曖昧な部分を多く含んでるものっていうことなんですね。まずこれきちっとね、頭で理解しておきましょうね。で、目次の一つ目なんだけども、やってはいけない指導っていうことで、これね、もう一言で言ったら、学習の時間中に宿題をやらせてはいけないっていうことですね。これなんでかって言ったらですね、学習っていうのはきちんと教育過程に位置づいてる時間なわけですね。要するに学習指導要領にきちんと明記されてる時間なわけですね。一方、宿題っていうのは明記されてないわけですよ。子どもたちのやる気一つでちょっと頑張ってるような、家でこう頑張ってやってることを学校に持ち込んで、それを学校の授業中にやったらおかしいじゃないですか。この感覚ちょっとわかりますかね。例えばですね、授業中算数とか数学の時間に、だからこれ宿題やらせてるのっておかしいんですよね。きちんとその授業には本次の目標があって、それに基づいて先生評価したりするわけだけれども、前日の宿題やってたら本次の目標に迫れないじゃないですか。だからこれブーブーダメなわけですね。朝の帯タイムなんかどうでしょう。読書の時間中とかね、読書やらなくていいから、もうあなた今日宿題やってなさいなんてね、これも良くないわけですね。帯タイムっていうのもきちんと教育過程に基づいた時間を、例えば3分の 1H とかでね、小刻みにこう分けてやってる授業なわけですよね。朝の帯タイムの目標があるわけですよ。だから目標に迫れないじゃないですか。だから帯タイムにやらせちゃいけないっていうことですね。こんな先生もいるんじゃないですか。給食中ならいいだろ、給食準備中とかね、あとは掃除中もね、まあいいだろう、宿題やっとけ、お前やってないんだからね、みたいなね、そんな先生もいるかもしれませんけれども、これもダメなわけですね。皆さん、給食と掃除の時間って一体何なのかご存知ですか？これもきちんとここに書いてあるんですよ。例えば給食だったらね、食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成っていうのが、きちんと学習指導要領の特別活動の欄に書いてあるんですね。一方、掃除はですね、一人一人のキャリア形成と自己実現っていう、ちょっと難しそうな言葉の中に書いてあるわけ。こんなこと、社会参画意識の醸成や働くことの意義の理解って、めっちゃなんかよくわかんないこと書いてあるんだけれども、その中に清掃などの当番活動をしっかりやっていきましょうねって書いてあるんですね。きちんと学習指導要領に明記されているんですね。その明記されている時間を差し置いてですね、明記されていない活動を優先してやらせちゃダメでしょうっていうね、この優先順位物事つけていきましょうねって、そんなお話でございます。学習時間中にやらせてはいけないということですね。で、目次の2つ目、宮
宮沢の場合どういうふうにしていたかって言ったら、僕はですね、この授業外の時間ですね、要するに休み時間とかあるじゃないですか。朝子供たちが学校に来てね、ちょっとこう修行までの少しの時間とか、15分20分のね、長い2時間目の休み時間、あとまあお昼休みとか、まあ放課後、まあ放課後あんまりやらせることはなかったけれどもね、そういうちょっと休み時間を使って子供たちにやろうかっていうことで、お互いルールね、まあルールって言っても口約束だけれども、そういうものを作って、もしね、宿題を提出していない子供がいたら、じゃあそういう休み時間を使ってやっていきましょうねっていうルールを作ってですね、子供たちがまあ自らやるようにしていましたってね、そんなルールを作っていました。決してもう帯タイムとか授業とか給食とか掃除中とか、そういう時にやらせるっていうことはまあしなかったっていうことです。ただね、ちょっと思い返せば、駆け出し教師の頃ね、もう若かりし頃は、学習指導要領がうんぬんとか、教育課程がうんぬんとか、そんなことさ、考えもしなかったね。考えもしなかったから、給食準備中に、お前宿題やってないんだから、お前やっとけよって言ったこともあるし、掃除なんかしてる場合じゃないんだから、宿題やっとけよって言ったこともこっそり言うけど、あるにはあるけれども、やっぱそれはおかしいよね。そんな話でございます。で、目次の3番で、それでもね、取り組まない子供がいたらどうすんの？休み時間ね、やらずに、外でサッカーやっちゃってるとか、そういう子供がいたらどうすんの？いますよね、そういう子供。じゃあ、その子供への関わりってどういうふうにしていったらいいかっていうことなんだけども、これ結論ね、必要に追い回さなくていいです。なんでかって言ったら、そもそも宿題が絶対にやらなくてはいけないものではないからっていうことですね。先生も出しても出さなくてもどっちでもいいもの、子供だって宿題課されたとしても、それをやってもやらなくても、その選択肢は子供にあるんですよっていうこと。だからやらなかったとしてもね、なんかやらなきゃいけない雰囲気はあるけれども、それを必要に追い回す必要はそもそもないんですよっていうことですね。ただ放置するのか無視するのかって言ったら、そうじゃないね、一応指導はする。だってクラスの中でルール決めたんだもんね。そのルールに反することをやっていたら、やっぱりそれ違うじゃないですか。そこは指導していきましょう。こういうルールがあるから、こういう君の今の態度っていうのはどう思うのっていうことを問いかけたりとかですね、時にはビシッと指導するってこともあるかもしれない。僕もそういう指導はしていましたよ。で、それでもなおかつ難しい場合は、保護者に連絡をするってこともしたりしました。お子さんがね、今算数のこの筆算の動画ですごくつまずいてて、宿題をすることによって多分ね、あのパワーアップしていくと思うんだけれども、今こういう状況だから、よければお母さんちょっと忙しいと思うけれども、応援してあげてくださいっていうような声かけはしていた。ただね、家庭によってはですね、その強力なバックアップを得られない家庭とかっていうのもあるんだよね。お父さんとかさ、お母さんが怠けてね、全然こう子供の面倒を見ていないっていうことじゃなくって、共働きしていてね、遅くに帰ってきて、それでもその子供に習い事とかさせてあげたいとかさ、 いろんな家庭背景があるんだよね。学校の宿題にこう優先して、学校の先生だからね、見てあげてほしいって思いあるけれども、たとえそのバックアップが得られなかったとしても、その家庭のね、教育力が必ずしも低いとか、興味がねないとかっていうことじゃないから、そこはね、勘違いしてあげてほしくないなっていうのをね、思う。なんで思うかっていうと、僕自身も子供の宿題とかあんま見てあげれてないのよ、実際。ぶっちゃけね、元教員なんだから見ろよって感じなんだけども、家庭教やってたりさ、先生のコンサルやってたりすんのね。家庭教なんかせずにね、自分の子供のまず勉強見ろよって感じかもしれないけれども、わかんねえ、その保護者の気持ちも。だから決してね、そうあんまりこう必要にね、保護者に対しても子供に対してもこう追い詰めてあげてほしくないなって、ちょっと個人的にはね、思ったりする。だからそれでも取り組まない子供がいたら指導するし、保護者には連絡するけれども、それでも無理だったら、まあしょうがないか、今この子、この家庭に関しては今ちょっと難しいのかもしれないなっていう、そういうメンタルでね、いていいと思います。で、今メンタルっていう風にお伝えしましたけれども、最後目次の4つ目、担任のメンタル管理っていうことなんだけれども、これ絶対やっちゃいけないことが、宿題を忘れた子供に対して指導するじゃないですか。その時に感情的になる場合ありますよね。僕もありました。その感情的にまずなるのって抑えていただきたい。でも感情的になるじゃないですか。なったとしてもね、引きずっちゃいけないね。この宿題忘れた子供に対して、この指導の感情を引きずるっていうことは、つまりね、その子供に対して学校の中での学習活動、例えば国語の授業とか体育とか給食とか、そういう活動に対しても引きずって厳しい目で見ちゃうっていうことになるんで、これやったらその子供かわいそうですよ。どん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 その子供の意欲ね、なくなっていくと思いますからね。宿題と学校の中での活動っていうのはもう明確に分けて、宿題忘れてるね、毎日忘れてる子供に対しても、
学校でいいところがあったら、あ、いいことしてるじゃない、頑張ってるじゃないって笑顔で言えるような自分でありたいし、あらなきゃいけないと思うね、担任の先生は。だから宿題の忘れたことに関して感情的になることは時にねあったとしても、一旦ちょっと落ち着いて、その感情ちょっとえいって8にこぽいっと投げ捨ててね、落ち着いた自分でいるようにしていきましょう。そうすることが巡り巡って、その子供どん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 成長していくことにつながっていくんでね、結果的にそんなメンタル管理をねしていきましょうってね、そんなお話でございました。今日はですね、忘れた宿題をやらせるなっていう、そんなテーマでお話しさせていただきましたけれども、このテーマもう少し詳しく言うと、忘れた宿題を学習時間内にやらせるなってね、そんなお話でございました。休み時間にねやらせる分には、まあそれは共通理解としていいかもしれないけれども、まあどんどん必要にねこう追い回すっていうのはね、僕はまああんまりねやらないようにねしていましたっていうことでございました。これそれぞれね、いろんな先生方の取り組みっていうかね、こうスタンスっていうふうにあると思いますからね、よければね、僕はこんな風にやってます、私はこんな風にやってますっていうね、なんか考えがありましたらコメントに書いていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。またこの動画が面白かったよ、役に立ったよっていうふうに思っていただけたら、ぜひいいねもいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。宮沢優教育研究所なんですけども、研究所メンバーシップというものを行っております。毎月10本ほどですね、学級経営に関するプレミアムな動画を配信させていただいてるんですけども、随分前だけどもね、こんな動画配信しました。意欲の低い子供への関わり方、今回ね、宿題出さない子供へのね、ちょっとフォーカスして動画作ってみましたけれども、こうやってね、こう意欲がなかなかこう高まってこない子供への関わりについて、ね、ちょっとね動画作ってみました。意欲の高い低いだけじゃなくって、意欲の高い低いプラス行動に起こす、行動に起こさないっていうね、この4つの子供に対してそれぞれの関わり方があるんですよってね、そんな具体的な動画配信していますので、これ気になった方よければね覗いてみてください。最後の最後、皆さんからいただいたコメント紹介して終わりたいと思います。つぼぴーさん、メンバーさんですね、ありがとうございます。すごく良かった、動画に対してね褒めてくださってるのかな、ありがとうございます。納得、震災の研修でやってほしい、でもないから残念。また明日、私は昨日の宮沢優衣研究所を見た、良かったよと震災の先生に話すのですっていうことで嬉しいですね。学校の現場でもこの宮沢優衣教育研究所のこう話題をしてくださるなんて本当に感動でございます。僕はもうね、職員室にも入れないし教室にも入れないんだけれども、こういうね、ちょっとどこか知らない学校でね、こう宮沢優衣教育研究所の名前がちょっとでもこう出してもらえるっていうことは、もう本当にこう幸せでございます。嬉しいです。つぼぴーさん、ありがとうございます。もしも皆さんのね近くにちょっと悩んでる採用1年目とか2年目の先生とかおられたらね、皆さんがこうアドバイスしてあげるっていうのもすごく大事なんだけれども、こんな動画なんか良かったよ、参考にしてみてなんていう風に言ってもらえたら、ぶっちゃけ嬉しいすごく嬉しいです、ぜひよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。また明日お会いしましょう。バイバイ。